FC01。キャンバス3、白銀のポートレート。はい、どうもミシンチャンネルのミシンです。というわけで、今回からキャンバス3、白銀のポートレートやっていきたいと思います。はいいやー、ちょっとね、今回、まあこちらの、作品ですが、ですね、私が本当に一番最初に触れたギャルゲーでございます。といっても俺がやったのは、PC 版ではなく PSP 版で出ました、七色の奇跡だったかな、そのコンシューマー版の方ですね。まあこちらの作品、こちらの PC 版と、プレステ2だったかな、プレステ2版で PSP 版の3種類ございます。で、まあ、ちょっとね、コンシューマー版の方のが、こう、キャラクターもね、多くて、追加キャラクターがいますが、ちょっとね、本当は PSP で最初やろうかと思ってたんですけど、ちょっと私の PSP がもう限界を迎えておりまして、ちょっと残念ながら、今回できないということで、まあ、改めて PC 版の方でやってみようかなと、今回思いまして、やっていこうと思います。で、まあこちらの作品どんな話かって言われると、まあ今回ね、ちょっとちゃんと新しくて新品で買ったんでいろいろちゃんと説明書とかねついてるので、ちょっとストーリーの方を軽く読ませていただきます。主人公山吹学は両蘭学園の2年生で美術部の部長。今年も冬を迎え、目前に迫ってきた進路の選択に頭を悩ませている。学ぶの夢は絵の道に進むことだが、プロになれるとは限らない。夢と現実に揺れ動く学ぶに対し、堅実な道に進んでほしいと願う父は、桜花店で金賞を取れれば夢を追ってもいいと条件を出す。桜花店出展の作品に取り掛かる学ぶ。天才原の元部長明美優さん、隣に住む幼馴染長橋亮、天然系の妹山吹蓮華、ドジっ子美術部教師千草奈々美と悪友酒井優太、そんな気の置けない仲間たちとの時間の中でも、あまりにも高い目標になかなか筆が進まない。そんな時に町おこしのためと観光協会から頼まれたパンフレットの作成、そしてひょんなことから学ぶを追って美術部に入部した学園のアイドル朝とリナの存在、それがこの冬の恋物語の始まりだった。と、まあこんな感じのストーリーとなっております。まあ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 、ここからねスタートしていけば、順々にね、このプロローグ的な感じで最初全員紹介するとは思いますが、まあまあタイトルからもわかるようにね、キャンバスなので、美術部系のね、美術の絵描きのお話になります。まあなんか桜花店とかちょっとよく聞き慣れない話、なんか話とかが出てきましたが、まあその辺もねやっていく中でどんなものか分かっていくと思いますので、じゃあ早速やっていきましょうかね。いやー楽しみ。いやーよっしゃ、じゃあ皆さん始めますよ多分ね、今回この動画をやるにあたって一番楽しみにしてんの俺だからよし、じゃあやっていきます。スタート。プロローグ。正直に言えばな、父さんは反対だ。できることならお前には苦労の少ない堅実な人生を歩んでいってほしいと、そう思っている。それは親としては当然の願いだよ。柔らかな笑みと共に紡ぎ出されたその言葉は決して高圧的ではなく、俺に、確かに俺のことを心配してくれていることがわかる、そんな温かさを伴って響いた。そして父さんの言っている言葉の意味を俺は理解しているつもりだ。多分正しさだけで言ったら父さんの方が正しいのだと思う。俺の言葉は今の時点ではただの夢でしかなく、夢を現実のものへと昇華させるだけの裏付けがなかった。
これから歩みたいと思っている厳しい道のりに対して、あまりにも無防備で無力だ。そして、父さんの言葉には裏付けがある。これまで父さんが歩んできた家庭における経験という裏付けが。絵は趣味で描き続ければいいじゃないか。好きなことを仕事にする。それはとても大変なことなんだぞ。まして、その仕事の内容が特殊であればあるほど、降りかかる苦労は大きくなる。どれだけの努力を重ねたところで、それが報われるって保証なんてどこにもない。だから、安定した職について、好きなことは趣味で続ける。父さんは、それが一番だと思うぞ。それは何度も考えたこと。それでも、俺は父さんの言葉に首を縦に振ることはできなかった。だって、夢だから。理性とか理屈とか、安定とか不安とか、苦労するとかしないとか、そんなことは全部関係なくて、ただ衝動があった。絵を描くことで食べていきたいと。それは多分、遠い昔に胸に刻まれた一つの衝動。あの時、あの絵を描いてしまったことによって生まれた俺の夢。だから俺は父さんに向かって首を横に振った。うん。そうか。では、父さんと一つ賭けをしようじゃないか。父さんは少し考えるように目を閉じた後、そんなことを提案してきた。賭け？ああ、そうだ。男と男の勝負だ。にやりと少し茶目っ気のある表情を浮かべて、でもその瞳には真剣さと温かさを携えて。この賭けにお前が勝ったなら、父さんはもうお前の将来についてとやかく言わない。むしろお前の夢の実現のために全面的なバックアップを約束しようじゃないか。ただし、賭けに負けた時は潔く夢を諦めること。それでどうだ？どうだも何も、賭けの内容を聞かないと返事のしようがないって。なーに、賭けの内容は単純明快。父さんにお前の絵の実力を証明してくれればいいだけだ。今度の大賭典、それに出展して父さんの納得する結果を出すこと。ただそれだけだよ。父さんの納得する結果って？もちろん金賞だ。そう言って父さんはもう一度にっこりと笑みを浮かべたのだった。お兄さん、起きてよ。ゆさゆさと体を揺さぶられる感覚、その感覚に父さんの声とその姿がゆっくりと揺らいでいって。早く起きないと大変なことになっちゃうよ。絶対に後悔することになるよ。もう手遅れかもしれないけど。俺の網膜に光が飛び込んできた。あ、やっと起きた。視界には妹のレンゲのほんわりとした顔、ほっとしたような、それでいて少し気まずそうな複雑な表情を浮かべていた。もう朝か？いや、朝じゃなくて。放課後、もっと正確に言えば部活動の時間ね。凛とした声が響いた。そしてその声の方から殺気を感じる。てか、ここに来てようやく思考が現実に追いついてきた。この目に映る景色は美術室そのもので、時計の針は4時半を指していた。つまり俺は部活の時間中に居眠りをしてしまってたわけで。おはよう、山吹学君。お目覚めはいかがかしら？あ、いえ、その…さっきのこもったその声に思わず視線をそらせたくなるが、そうするわけにもいかず。ずいぶんと気持ちよさそうに寝てらしたみたいですけど。視線の先、そこにはユサ先輩がにっこりと笑顔を浮かべていた。目が全く笑ってなかったけど。うん。あけびユサ先輩、両蘭学園の3年生で美
技術部の元部長。あのあけぶきグループのお嬢様で、家はすごいお金持ちなんだけど、それを全く鼻にかけることのないいい先輩だ。先輩、いきなり怒ってるけどちょっと生活がきついところがたまに傷だけど山吹、何か失礼なこと考えてない？そんなことないですよ。あと勘も鋭い上、記憶力もずば抜けていて、俺の過去の失敗とかを全部記憶してるんだよな。つまり俺はユサ先輩には全く頭が上がらないってことだ。お姉ちゃんも起きてよ。なになに、朝だから、朝じゃなくて部活の時間です。情けない声とともにリオの体がピクッと跳ねる。あれ家じゃない？てか、どこここ？ユサ先輩が盛大にため息をついた。どうやらリオのやつも居眠りしていたみたいだな。まったく、この私のお話の最中に居眠りなさるなんて、随分といい度胸ですのね、長橋リオさん。すいません。彼女は長橋亮。生まれた時から俺の家の隣に住んでる、いわゆる幼なじみってやつだ。その短く切り揃えた髪型からもわかるように、行動的でさっぱりとした性格。俺とはいわば悪友みたいな関係と言えるかもしれない。なるほど、幼なじみですよ。部員の過半数以上が居眠りにサボり、顧問の先生も来ていない。一体この部はどうなっているのかしら。大体現部長自ら居眠りするなんて気の抜けている証拠です。面目ないです。素直に頭を下げておく。てか、ここは圧倒的にユサ先輩の言っていることが正しいし。まったくもう。ではもう一度最初から説明します。本当は全員揃っている状態でお話ししたかったんですけど。今は美術室にいるのは俺とユサ先輩、それにリョウとレンゲの4人。他に今日は来ていないけど、顧問のナナ先生とユータのアホが美術部に席を置いている。ナナ先生は職員会議か何かが長引いているのかな。ユータのやつはきっとサボりだろう。どうせ運動部の女の子のお尻を追いかけているに違いない。昨日お父様経由で我が両蘭学園美術部に一つ仕事の依頼がありました。仕事の依頼？部活なのに？椿市観光協会からの依頼で、町おこしのためのパンフレットを作成してほしいと。町おこしのパンフレットって、なんでまたうちに？当然の疑問が上がる。最初は市役所の観光課で制作を考えていたらしいのですけど、残念なことに課内にまともなデザインのできる人間がいなかった。出来上がったラフデザインを見て、これじゃまともなパンフレットなんて作れるわけがないって結論にたどり着いたらしいわ。かといって専門の業者に頼もうにも、そこまでの予算をかけられるプロジェクトでもないらしくて、そこで市議ともつながりのある私のお父様経由で、私たちにそのお鉢が回ってきたってわけ。美術部に所属している人間なら、きっとそういうのも得意だろうって。そういうもんか。はあ、言いたいことはなんとなくわかるけど、でも別に俺たちはデザインを専門でやってるわけじゃないですし。それでも素人が作るよりはまともなものができるでしょうって判断らしいわ。ま、お父様からのお願いでもありますので、もちろん皆さんの反論は受け付けられません。おというか、もちろん反論なんてありませんわよね、現部長さん。いや、その正直に言えば、そろそろ桜花店への出展作品の制作にも入らなければならないから、そんなに余裕はないのだけど、父さんとの賭けもあるわけだし。部活時間中に居眠りをするくらい余裕があるみたいですからね。忙しいなんて言い訳もちろんしないわよね。ギロリと睨まれた。喜んで協力させていただきます、リサ先輩。
結局こう答えるしかないわけで。やっぱりユサ先輩には頭が上がらないよな。他の二人もよろしいかしら。もちろん私もいいですよ。なんか面白そうだし。レンゲもお手伝いします。ありがとう皆さん。ユサ先輩がにっこりと微笑んで頭を下げる。後輩の俺たちにもきちんと頭を下げてお礼を言えるところはこの人の美徳だ。あまりお金持ちのお嬢様って感じがしないんだよな。まあ口調以外は確かにそうかもしれんのかな。本人もあまりそういった素振りを見せないし、たまに天然物のお嬢様なんだなって感じることはあるけど。あ、ちなみにパンフレットの具体的なイメージってあるんですか？いきなり町おこしって言われても俺には全くイメージが湧かないっていうか。レンガ倉庫街の特集でもすればいいんじゃない？観光名所なんだしさ。レンガ倉庫。能天気な声で亮が言う。でもそれだと今更って感じがしないか？わざわざ新しくパンフ作らなかったってすでに有名だし、多分レンガ倉庫街の観光収入だけじゃ財政的に厳しいから、その打開を図るための企画なんだと思う。そうね。なので今回のパンフレットは椿市にまつわる7つの奇跡を題材に作成してほしいと言われてるわ。7つの奇跡って何ですか？あら、聞いたことないかしら。鳴らない鐘の奇跡とか。あ、それならレンゲ聞いたことあるよ。自然公園の塔のやつでしょ。そうね。あとは朝霧の滝にホワイトクリスマスの奇跡、光あふれる鍾乳洞に楓並木の相合傘なんてのもあるわね。ユサ先輩が観光協会からのメールを印刷したのであろう紙を見ながら読み上げていく。なんかあれだよね、7つの奇跡って言われるとなんか学校の七不思議みたいな感じがして、なんか不思議な感覚だけど、まあそういうのが町ぐるみでなんかこう噂があるっていうのはなんか面白いよね。学ぶ知ってる？いや聞いたことない。俺が知ってるのは鳴らない鐘と朝霧の滝ぐらいだ。この2つは地元に伝わる噂話として結構有名だけど、他の話は聞いたこともなかった。だよね、私も聞いたことないし。な、ありていに言ってしまえば今回の町おこしにあたって観光協会がいろいろとでっち上げたのでしょ。相合傘の奇跡とかはもともとは両蘭学園の女の子たちの間で流行った噂レベルのものだって話ですし。まあ町として起こすことに、なんか題材としては相合傘ってそんな強いのかっていう気はするけどな。相合傘のはレンゲも聞いたことあるよ。今でもクラスの女の子の間で流行ってるみたい。へえ。そうみたいね。3年生の間でもたまに噂を聞きます。女の子はこの他の話に敏感ですから。だってさ。どういう意味よ。女の子はこの手の話に敏感なんだってさ。だからどういう意味よ。いや深い意味なんて全然ないぞ。ふんだ、どうせ私は女の子らしい話題に鈍感ですよ。リョウが悔しそうに拳を握りしめる。やっぱりリョウはリアクションが素直だからからかいがいがあるな。残りは椿山展望台の流れ星にレンガ倉庫ワインのコルクの奇跡、最後のなんて完全にワイン業者との仕込みよね。眉毛のコアラとかタイが2匹のエビス様と同じようなものだわ。ユサ先輩が呆れたように肩をすくめる。まあ商売的に考えれば正しいのだろうけど。で、俺たちはその奇跡を中心に観光客に興味を持ってもらえるようなパンフレットを作ればいいんですね。そういうことね。なるほど。すいません、ちょっとその紙見せてもらっていいですか？え、どうぞ。俺はユサ先輩が読み上げていた紙を受け取って目を通す。何々？森林自然公園の鳴らない鐘の奇跡。椿市森林自然公園の美濃和港中央にのそびえる小塔。その鐘はかれこれ20年ほど前からその音色を響かせることがなくなった。もしこの鐘の音を、恋人同士で聞くことができれば、その二人は近い将来、チャペルの鐘の音を聞くことができるであろう。は
はあ、あ、まあ典型的な縁結びの奇跡ってやつだ。これは椿市民なら大抵の人間が知っている都市伝説みたいなもんだな。次は朝霧の滝の奇跡と、森林自然公園内の、朝霧山頂、なんていうもんだろう、朝霧山頂付近にある朝霧の滝。滝周辺はその名の通り、早朝は深い霧に包まれて何も見えなくなる。もしその深い霧の中で虹の光を見つけることができたならば、死んでしまった思い人と再会することができるであろう。これも結構有名な話だ。へえ、てか自然公園にそんなに噂話があるってそんな広いんかな。神秘的でどこか悲しいこの奇跡が話題を呼んで、最近では若い女性を中心に朝霧の滝を訪れる人が増えてきているらしい、うん、死んでしまった思い人に再会できる。え、俺はまだそういう経験がないからわからないけど、もし最愛の人と死に別れでもしたら、その奇跡を信じて滝に行ってしまうかもしれない。危険だからってことで、一応市の方で早朝の立ち入りは禁止してるんだよな。次はホワイトクリスマスの奇跡。調査中光あふれる鍾乳洞、インターネットでそこそこ話題になったらしい。なんか急にぼやっとしてんな。楓並木のあいあい傘、両蘭学園の女子生徒を中心に流行っている。流行っているだけじゃ何にもわからんがな。椿山展望台の流れ星、流れ星に願えば叶うの派生、レンガ倉庫ワインのコルクの奇跡、椿市名物レンガ倉庫ワインのコルクに星型の焼き印が押してあれば、ちょっとした幸せが訪れるでしょう。ちょっとか。観光協会椿市商工会が総力を挙げて鋭意製造中。なんすかこれ。ならない金と朝霧の滝、それにワインのコルク以外は詳しいこと書いてないじゃないですか。そうよ、だからそれぞれの奇跡が具体的にどんなものなのかを調べるところから始める必要があります。あれ、てか今7個あった、なんか6個くらいしか今言えてなかったような。俺の気のせいかな。うへー、なんか結構めんどくさそうだな。そう、私はちょっと楽しいけど、なんか探偵みたいでワクワクするじゃない。うんうん、レンゲもワクワクするよ。確かにそう言われればそんな気もしなくないけど、かったるいって気持ちがあるのも確かで。ま、その辺の調査はそれぞれ担当を決めて分担作業にしましょう。はーい。ってことで、大まかな方向性はあるにしろ、実際にラフを切るのは現物をきちんと確認してからの方がいいと思うの。そこで今週の日曜日、みんなで自然公園に行って小島周りのロケハンをしようと思ってるのですけど、どうかしら。賛成賛成、大賛成ですよ先輩。レンゲも賛成です。なんかピクニックみたいで楽しそう。俺も別に構わないですけど。そう、それじゃあ決定ね。後で千草先生と酒井くんにも伝達しておきます。私からの話は以上です。では各自作業に戻ってください。はーい。ユサ先輩の声に返事をしてイーゼルの前へと移動する。そこには真っ白の画用紙、桜花展への出展作品を描こうと思いながらも全く筆が進んでいなかった。モチーフが全く浮かばないのだ。何を描いてもダメな気がしてしまうというか、父さんとの賭けがプレッシャーになっているのは間違いないんだろうな。こんな時に観光協会のパンフレット作りか。いや、逆に良かったのかもしれない。ちょうどいい息抜きになりそうだ。もしかしたらユサ先輩は俺が煮詰まっているのを見て息抜きをさせるためにこの話を持ってきたのかもしれない。それにしても奇跡か。俺が桜花展で金賞を取るなんて、まさに奇跡でも起きない限り無理だろう。著名な画家が何人も出展する非常に権威のある大きなコンクールだから。でもそれでもやらないといけない。自分の夢を叶えるためには、奇跡を起こすためにまずは地元の奇跡の調査をする。
なんかそう考えると、この作業自体が今の俺にとって必要なことなのかもしれないと思えた。俺は少しだけ前向きな気持ちになって、再び筆を取った。